ロシア軍化学兵器の使用急増、1月だけで200回超、ウクライナ。ウクライナは9日、ロシア軍による有毒化学物質を装填した弾薬の使用が急増していると非難した。今年1月だけで200回以上に上るという。ロシアはウクライナでの化学兵器の使用を否定すると同時に、ウクライナ軍が化学兵器を使用していると非難しているが、ウクライナ側も否定している。双方とも証拠を出しておらず、ロイターはどちらの側による使用も確認できていない。ウクライナ軍関係者はメッセージアプリテレグラムで、ロシア連邦による有毒化学物質を装填した弾薬の使用は815件記録されている。このうち2024年1月のみで229件に上ると明かした。これとは別に、南東部の軍事作戦を指揮するオレクサンドル・タルナフスキー氏はテレグラムで、ロシア軍が化学物質を装填した弾薬を無人機で運んでいると指摘。8日にはクロロピクリンという化学物質が使用されたとした。中国経済が米国を超えるという中国の夢は悪夢と化した。2028年には中国が米国に追いつき、世界1位の経済大国になるだろう。新型コロナウイルス感染症の流行がピークだった2020年末に示された見通しだ。英国のシンクタンクである経済ビジネスリサーチセンターは当時、中国は他の先進国とは異なり、コロナにもかかわらず景気低迷を経験しなかったとし、初期貿易の成功だけでなく、攻撃的な経済政策、米国より4倍多い人口のおかげで、中国は近い将来、世界トップの経済大国になるだろうと指摘した。翌年の21年に、中国の経済規模は米国の 76% まで追いついた。12年には米国経済の約半分の規模だったが、わずか10年足らずで4分の3の規模にまで追い上げた。しかしそれがピークだった。その後は2年連続で米中の格差が再び広がり、昨年の中国経済の規模は米国の 64.0% にまで縮小した。コロナが終われば急回復すると見られた中国経済が構造的低迷に陥ったのに対し、米国は力強い消費と人工知能 AI など様々な新技術をターゲットに世界から集まる投資を追い風として予想を上回る成長を繰り返している。ゴルディロックス経済。米経済はもっと好調。米連邦準備理事会 FRB が一時 9% を超えたインフレを抑えようと、政策金利を一気に引き上げれば、米国経済が最終的に低迷に陥るという見方が有力だった。それに対し中国経済はコロナ封鎖を解除し、経済活動を再開したことで、力強い回復傾向を示すと予想された。しかし今の米国の状況は、低迷を予想していた多くの経済学者を戸惑わせている。昨年第3四半期と第4四半期に相次いでサプライズ成長を遂げた背景には、米国経済の 70% を占める消費があった。堅調な労働市場を受け、個人消費は昨年第4四半期にも 2.8% 増加した。海外から押し寄せる投資も成長に一役買った。ノーベル経済学賞を受賞した経済学者、ポール・クルーグマン氏、ニューヨーク市立大学教授は1月25日、ソーシャルメディアの X を通じ、これはゴルディロックス経済、適温経済ではないと評価した。ゴルディロックスとは、熱すぎず冷たすぎない適温のスープを指し、景気が加熱も冷え込みもしない適度な状況にあることを指す。世界的な格付け会社ムーディーズのチーフエコノミスト、マーク・ザンディ氏も、強固な成長と低インフレは非常に好ましいと述べた。中国が台湾寄りに変更、航空ルートが新たな火種になるのか。中国の民間旅客機が2024年2月から台湾海峡上空でこれまでより台湾本土寄りのルートを飛び始めた。東アジア情勢に詳しい飯田和夫元 RKB 解説委員長は、2月8日に出演した RKB ラジオ、
田畑竜介グローアップに出演し、台湾にプレッシャーをかけている中国の動きについてコメントした。中国経由のヨーロッパ旅行が人気。最近日本からヨーロッパ方面に旅行する時の人気のルートは中国経由だ。北京や上海などで乗り換えてヨーロッパ各地へ向かう。人気の理由は3つある。まず中国の航空会社のチケットが比較的安いこと。次に中国からヨーロッパ各都市への路線がたくさんあること。そしてもう一つは、中国の航空会社は今もヨーロッパへの最短ルート、つまりシベリア上空を飛んでいるからだ。所要時間が短くて済む。ロシアがウクライナに侵攻して以降、ヨーロッパと東アジアを結ぶ多くの民間航空会社の飛行機はロシア上空を飛ばなくなった。それによって飛行時間も燃料も大幅に増えた。ただ中国だけは依然、民間機がシベリアの上空を飛んでいるということだ。台湾海峡の飛行ルートを中国側が変更。だが今回の本題は中国とロシアではなく、中国と台湾の間での中国の民間航空会社だけが飛ぶ特殊な飛行ルートの話だ。中国政府の航空部門、中国民用航空局は2月から台湾海峡上空に設定している民間機の飛行ルートを変更した。つまり中国の旅客機は2月からこれまでより中国と台湾の間の中間線に近いルート、すなわち台湾本土寄りのルートを飛び始めた。中国側はこの空域の混雑を避けるため、また運航効率を上げるためと説明するが、台湾は民間航空路線を台湾への政治的軍事的圧力に使っていると反発している。台湾本土と中国大陸の間にある台湾海峡、最も狭いのは台湾北部で、距離にして約 130km、 九州新幹線の博多から熊本間が 118km だからほぼ同じ距離だ。民間航空機が飛ぶルートにはそれぞれアルファベットと数字で名前がついている。今回問題になっているルートは、台湾海峡を南北に飛ぶ M503 と呼ばれる飛行ルートだ。発端は2015年のこと。中国当局は中国の民間航空機は M503 を使うと公表した。一方の台湾側は安全保障上の懸念を示した。そこで中国と台湾の間で協議が行われた。その結果、中国の民間機は1、北から南へ向かうルートに関しては M503 ルートの中国大陸側約 11km ずらして飛ぶ。2、一方南から北上するルートに関してはこの M503 ルートは共用しない。共用を始める際に中国と台湾の間で再協議する。この2点で合意した。2015年といえば、台湾の政権は中国との融和路線を進んでいた国民党政権だった。だからそのような合意が可能だったのだろう。だがその3年後の2018年、中国は南から北の方向へ向かうフライトについて M503 ルートを運用し始めた。例えば香港から上海へ向かうフライトなどがこのルートを使う。改めて紹介するが、この M503 というルートは中国と台湾の間のほぼ中間線に近いルート。2018年からは台湾本土寄りに飛び始めたのだ。2018年、台湾ではすでに政権交代が起きていた。国民党から中国と距離を置く民進党の政権になっていた。さらに今年2月からは、保留していた北から南へ向かう飛行ルートも M503 ルートの中台中間線寄りを飛ぶようになった。中国大陸側にずらすのをやめ、こちらも台湾本土寄りに飛び始めた。台湾では1月、総統選挙があり、民進党が政権を維持し、中国が望まない結果になった。そして中国側が根っからのトラブルメーカーと非難する頼清徳氏が5月、新しい総統に就任する。このタイミングで飛行ルートを台湾寄りに突然変更するというのは、頼清徳氏の就任を前に圧力をかけたということだろうか。中間線をめぐる中国と台湾の認識の違い。
中間線台湾側の認識は実質的に空の軍事境界線、空の停戦ラインだ。この M503 というルートは最も近いところで中間線から 7-8km まで迫る。2月からは中間線ギリギリを中国の民間機が飛んでいる。ところで中国大陸各地と台湾の主要都市の間には台湾と中国の民間航空機が日々往来している。これら中台直行便は2008年7月にチャーター便の形で始まり、翌2009年8月から定期便として人や貨物を直接運んでいる。